で、実を言うとこのデスペラードという曲もですね、先ほどの陽本花ちゃんたちがカバーしてて、まあ、その雰囲気 で、うん、で、あのイーグルスのデスペラードも思われるとあれストリングスの騒音なんていうかってことです。かっこいいですね。そういうのってアコースティックでしっとりと歌うような感じです。そうです、切ない感じですよろしくお願いします。But there's a rainbow above.